はい、今回ご紹介するのがですね、天神崎のアオリイカ釣りの、ポイントについてちょっと簡単に説明させていただきたいと思います。アオリイカ釣りのポイントなんですけれども、こちらに、駐車場がございまして、こちらに停めていただいて、この風に歩いていただいて、ここで降りて磯に降りていけるところがあるんですけれども、そこから歩いていただきまして、まず1つ目のポイントがこの先の方になります。でここと、もう駐車場から10分もかからないんですけれども、こちらこっちの堤防向きですね、元島向いての方向と、この中川の湾内、この2箇所が、アオリイカのポイントになっておりまして、春先には、藻が、かなり生えるんで、そちらで、その産卵等の関係もありまして、かなり大きいイカが釣れる実績のあるポイントになっています。でその次のポイントなんですけれども、ここからさらに少し、外向に歩いていただきまして、この先にも、アオリイカのポイントがございます。こちら同様に湾内になっているんですけれども、こちらも、冬から春にかけて、かなりアオリイカが釣れているポイントになっております。まあ、両サイド全方向どころでも、アオリイカが釣れている実績がございます。で今の2箇所のポイントなんですけれども、こちら、大潮、満潮時にはですね、磯が全部浸かってしまいますんで、まあ、長靴であったり胴長の方で対応していただく必要があるかなというふうに思います。